でしょおしゃれもちろんおしゃれですし、ね、あのきあの着心地は楽です私も着用してます、ね、これねフラップの位置見てくださいフラップここの、ね、それねはいあの後ろのこのお尻のところも楽楽なっていて <laughs> うこうやってインしたくもなりますよねこういう感じ前だけはしっかりこうてるんであそうかこうしていただいてもいいですねそうそうこうやって前インしていただいてもいいですし、はい、形で遊べるしまたこの入り方が、はい なんとも全然感じいいでしょ。イキな感じ。今私はこういった感じでえっとスニーカーを合わせましたけれども、ちょっとヒールにしていただいたりミュールとか。あ、のね逆にパンプス履いてのもかっこいいですよ。モデルさんたちみんな履いてもらったけど。パンプスとかウエッジのものとかで、すごく嬉しいのがお腹と最近ついてきた背肉背肉背肉のところにブルブル。背肉ってトレーニングでもなかなか取れないんです。あ 背肉、も、うん、しかして。でも、そこがブルブル、あらら、こうやってブルブルブルって、動かしてくれて。でも、楽々なんですよ。とにかく、乗って、身を委ねるだけで。で今、喋りながら、だから、なんならね、うん、こう、人と喋りながら、そうですよね、とか言いながら。うん、ね、こうやって、運動、エクササイズがでる。しそうですね。こうすると、またね、聞いてくる部位が違うんですよ。このふくらはぎのあたりとか、すっごい気持ちいいですし。すね、あとね、これ、私も実はね、持ってるんですけれども。 これだけじゃなくちょっと1回椅子から降りますね実は家に帰るじゃないですか、うん、あ疲れたって思ったらこれ足を乗っけてしまうあちょうどふくらはぎがすごく揺れるのね,ここをねブルブルっていうのが、うん、すっごい気持ちいいんですよこれをちょっと1回椅子から降りますね実は家に帰るじゃないですか、うん、あ疲れたって思ったら これ足を乗っけてしまう、ふくらはぎがすごく揺れるからね,ここね、ブルブルっていうのが、うん、すすごいいい気持ちいいんですよこれをちょっとね強めにしてみたりとか、この感覚、お尻のせてもいいし、太もものせてもいいし、ふくらはぎのせてもいいし、すっごい気持ちいい、でも、背肉にはいという対象だから、おな腹とか、ちょっともう本当にくるっとこういうこと、この、こういうところをねじると。 腰回りして、ね、中回りおらおらおらだって背肉ぼよぼよなもんこういうところがちゃんとそこ気になこ,こ乗るだけでこ,こう青っで揺らしてるだけじゃなくて立ってるから使ってるんですよ、はい、使ってるだから今トレーニングしてる感覚汗かいてきたそうだって汗かいて,きてから汗垂れてるなって私も見てて汗かいてきた乗ってるだけなのに運動してるからですね何もしないで汗かくってなかなかないです